愛媛だっけ。愛媛です。愛媛の佐々木剛選手です。お願いします、はい。ヤンググランプリはどういう風に。そうですね、松本さんの後ろでしっかり頑張らさせていただきたいと思います。普段とやっぱり気持ちは違う。そうですね、やっぱりいつも自分でかけてるんで、やっぱ前がいるっていうのはやっぱすごい安心感というか信頼ができますね。どっちかというとそういうタイプ。いや、どっちかというとちょっと自分で行っちゃいたくなるタイプです。だろ、はい、我慢できずに俺だったらここから行くのになとか。そうですね、まあそういうこともあるかもしれないですけど、まあ、ここ行きたいのに我慢してもなとか。そうです ね、まあ、だったら自分でやっちゃった方がいいって後から思うかもしれないよ。まあそういう気持ちもあったことはあったんですけど、やっぱでもやっぱり同県の先輩っていう大きな存在があるんで。先輩よりもやっぱり若いから僕が行きますってないの。それでもいいんですけど、まあ一番前行きたいという気持ちが強かったのが松本さんやったらいいと思います。あ、そう、はい。どっちかというと佐々木よりも松本君の方が俺が行くぞっていう雰囲気だったの。そうですね。それでまとまっちゃったわけ。まあ、僕結構勝ちにこだわっちゃうとかあるんで。あ、だったらね、俺が行ってってさっき言ったように逆に松本君がそれで後で俺が行けばよかったなと思わないように。そうですね、そういうことになってしまったら僕もちょっと立場がなくなってしまうんで。どう、この雰囲気は。そうですね、まあ楽しそうですね。でほら普段の記念とかさ、はい、まあ、記念もそこそこ人はいるだろうけど、 F1 とか行ったらあんまり人いないでしょ。寂しい、 F1 が一番寂しいですね。ちょっと行ったら悲しくなってきて、ね、グランプリはね、こんだけたくさんいるし、はい、多分場内も静岡なん で、 そうです、ね、たくさん入ると思うよ、いつもより。僕は多分初めての記念が確か静岡やって、うん、それすごい人いっぱいいるなと思ったんですよ、うん、ね、いっぱい入ってもらえるようにいいレースをして、若い選手が、ね、いいレースをすると多分ファンの皆さんも見に来ようと思うと思う。確かにもう間違いないです ね、 はい、実際生で見てみようかなというね、思えるようなレースをしてほしい。まあ、もう見せれるというか、まあ、記憶には残るようなことは絶対しなきゃいけないと思います、ね、でみんながねゴールまで諦めない。そうですね、貪欲に。そう、ね、最後の方はもうダメだと思って諦めてしまうのが時々見えるけど、はい、そういうことはないように。そうです、ね、最後までは絶対踏みたいです ね、 ね、何が起こるか分かんないから。まあ、確かに全員落車するかもしれないですから、ね、そう 前、 ね、前がいや、そういう列あったんだから。そうですね、間違いない。9番出して1着っていうのもね、中にいるからね、はい、間違いないです、はい。まあ、しっかり頑張って、はい、前々で頑張ります。じゃあファンの皆さん一言。優勝目指して頑張ります。応援お願いします。はい、佐々木選手でした。